やったー、ケケです。今日のコメントはですね、自分枯渇使ってるんですけど、どうしても吐き気に勝てません。枯渇、解説動画お願いしますというね、コメントに対して返していこうと思うんですけどもね、吐き気きついですよね、枯渇使ってて。まあ正直やっぱ、どのデッキに対してもこれといったね、勝ち方ってないんですよ。この時にこれをしたら絶対勝てますよとか、そういうのはないんですけど、やっぱ吐き気相手に大事なことは、まあこれすらも難しいことなんですけど、吐き気のダメージをなるべく一発も入れないことですね。一発ぐらいはいいか。でそうしたらバレルと、まあ、ディガーの削り合いでバレルがたまに回転速く刺さったりだとか、あとは終盤のロケット削りとかでちょっとダメージ上回れたりするんで、そういうところでワンチャンあるかもしれないんですけど、で迫撃を1ダメージも通さない上で大事になってくるのが、基本迫撃をテスラで守ることですね。でもテスラで守ってると相手も、あこいつ迫撃をテスラで守ってくるな、じゃあテスラ読みの何か挟もうってなってくるじゃないですか。そういった時にちゃんとね、テスラを置かずに低めバルキリーだとか低めエルスピとかで迫撃のターゲットを受けてれば、まあ、結構アドバンテージになるんで、まあ、それでもうチリツモで勝ってくって感じかな。迫撃は基本的には相性悪いと思います。まあ相性いい迫撃デッキもあると思うんですけど、まあそんな感じで今回もやっていこうと思うんですけど、今回ですね、枯渇極みでやっていこうと思うんですけど、まあ、今シーズンね、残り17日と8時間になりましたけど、今シーズンね、まあ、乾燥したらトラゲで使おうと思ってるデッキがね、昨日思いついたんでね、このデッキちょっと紹介していこうと思います。それがこちら、バルキリーテスラ枯渇ですね。うん。まだね、バルキリーがね、全然乾燥してないんですよ。なんで、登場はまだになるんですけど、まあ、タワーも乾燥してないんでね、まあ、バルキリーが乾燥し次第、このデッキでちょっとトラゲしてみて、まあ、違かったらまた変えるとか、試行錯誤していけたらなと思います。マイティがね、14レベルになって解放されるんですけど、多分今シーズン中に乾燥は、かなり難しいと思うんでね、マイティ枯渇の戦は諦めて、バルキリーテスラ枯渇でちょっと今回は臨んでみようかなと思います。インフェじゃなくてテスラの理由はやっぱ幅広く対応できるからかな。環境次第ではインフェにするかもしれませんということで、とりあえずテスラでやっていきます。いきます。さあ来た、ルベンっぽい、ルベンの後に N がついてる、ルベン。さあよろしく、ウッド転がしていって、まあ相手の様子を見ていく。え、これルベンじゃないの普通に。ここは LSP 切りたくないんで、相手の動き待っていきたいんですけど、相手も動いてこないんで、ここは姉妹達戦とかでいいかな。このデッキマジ強いんですよ。本当にね、何のデッキにも負けません、このデッキ。最近流行りのエルジャイとかにも強いしね。ここはまあ、メガゴいるんですけど、無理やりバルドを飛ばしていきます。まあ、プリン出して、バルキリーがね、もうスケキンに対して強いったら強い。ここで、バルキリー。まあ、ギリギリに出してあげればワンチャンスキル使ってくれるかなと思ったんですけど、バルキリー出してる状態だと、スキル相手が使ってくれた方が得なんですよね。で、相手ポイズンだったんで、おそらくこれ、スケルトンラッシュだと思います。なんで、まあ、タルババ入ってたから、ちょっとずらしてみようか。スケキン回ってないしね。さあ、相手しっかり見えてる。目を持ってます。見える。さあ、ここワンチャンスキラ来るかなぐらい。来たね。これはまあ、美味しいかな、俺からすると。まあ、プリン打ってくれて、で、これ、LSP を防衛に使わなかった理由は、このタイミングで LSP バレルで攻めてあげると。これしたらね、まあ、スケキン使うとしたら、もうぶっ刺さる、左がぶっ刺さるし、メゴだったら右がぶっ刺さるって感じですね。どっちもぶっ刺さるタイミングのバレル。さあ、縦線がめっちゃ入ったね、今回は。縦線強くね。もう、俺が一番得意な枯渇の形って、このテスラ枯渇の縦線をギャングにして、LSP をアイスピにした形なんですよ、正直。なんですけど、今の環境、縦線が強すぎて、LSP、あ、違う。ギャングを使う暇がね、隙がマジでないっす。さあ、とりあえずバレル飛ばしていって、こっちの方がね、回転がもうずっと早いんで、こんな感じで、ずっと転がしとくか、ちょっと怖いから。回して、あー、これロケット、ちょ、うわ、最悪。え、ああ、もうズタズタだ。これでもスケキン前に来そうなんだけど。おー、エリキやったんだ。でもめっちゃ入ったな。これでロケット圏内だ。
ズタズタロケットだったんだけど、相手が合わせてくれたな。さあ、これはウッド打ってから低め立て線。プリンセスとね、一気に巻き込まれない感じで、相手はポイズン入ってるんでね。まあ、これロケット圏内なんで、ロケット打ってジジと。さあ、次はしっかり外さずにね。オッケーオッケーオッケー。いやー、なんかロケットちょい久しぶりに使うからか、なんか調子悪いな。まあでもいいのか、あれは。メガごと墓石巻き込めたから、肋骨に肋骨で、まあ悪くはないって感じですよね。もう本当にね、今のところ、まだ使って1周目なんですけど、クラチャで。そう、このラワホバに勝てたりだとか、まあこれは、まあ相手の技量にもよるかもしれないんですけど、ってな感じで結構勝ててる、いい感じのデッキですね。やっていきましょうか。来た、よろしく。生き物係、昔好きでしたね。あれは、中学、小学生か、わかんねえ。好きだった時期があるんだよな、生き物係を。とりあえずバレル飛ばしていって、墓石多いね。墓石弱体化されど結構使われますね。そんな弱体化が響いてない感じかな。墓石巨助ってなると、でもタルババか。あ、じゃあわかんねえやこれ。で、巨助やっぱさ、もう最近の巨助圧がすごくてさ、怖いんだけど、出てくるたびにビクってするわ。あー、そういう感じ。まあ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 、でこの時に、まあ、俺側から見ると相手のターン左より右の方がちょっと削れてるじゃないですか。なんですけど、スケラ相手には逆サイを攻めた方がいいんでね、なるべく。これでもこのダメージの状態でも、まあ、その度合いにもよりますけどね。もう、もし、線とかまで削れてる場合は、この状態で、余裕で、右攻めたままでいいんですけど、ちょっとしか変わんないぐらいの時は、もう、こっから左攻めていいっすね。キョスケスケラ怖いね。キョスケがもう強すぎて、こっちの何のカードでも止まる気がしねえ。ファイボか、タルババ使ったけど、タルババ。って感じっすね。ここはバルキリアそこかな。ふっ、俺の髪の毛が。ファイブだったんで、ポイズン系は気にしなくていいんで、プリンはこの位置でいいかな。でとりあえずバレル飛ばしとこう。で、これちょっと端前で溶かしたいんで、縦線も出してあげて、端前で虚数を溶かしに行きます。ここで使ってくるんだ。面白い。さあ、ここファイボもタルボも使ったんで、まあこれはやりすぎだろう。あの雨入ってんの？ちょっと待って、それ聞いてない。何かユニット来る読みの、ロケットではあったんですが、まあロケット削りっていう面ではいいか。相手ちょっと待って、やば。ファイボタルババやの雨か。スペル多めだね。これどうしようかな。どう勝つか、これ。考えろ。まあ、ロケット削りだな、普通に。でもさ、その、矢の雨入ってんのがやばすぎるんだよね。ほら。ここはバルキリー出さないとね。オッケー。そう、攻め屋の雨がもう強すぎ。ここは始まりプリン。いけ。いやーてか、これやばいぞ、マジで。バルル内側、タルババ避けてくれ。頼む。お、来た。でけえでけえ。今起きた。そこは縦線からで、スケラからが打ちにくいような状況を作りつつ、よいしょ。よいしょ。こうして、2周目立つ線。いやー、入る入る入る。ちょっと待って、ミスった、ミスった。ちょっと怖かった。引っ込め、引っ込め。うわ、やば。いや、これさ、やってね。
来た、プリン入ってます、プリン入ってます。よし、矢舐め使ったら達人で守れる。いや、あるぞこれマジで。もうロケット打ちまくるしかないけど、とりあえず。いや、でけえそれ、そんな一撃でかすぎる。矢舐めあったら、もうそれ使ったら守れるな。ロケット打つね、ここ。いや、これ守ろう。いや、爆弾間に合わない。オッケー、完璧。よし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 。挙式をね、すぐに処理させないでね、爆弾を残り時間に間に合わないようにして、ギリギリ勝っていくと。いや、ロケット回して撃つか迷ったんだけどね。いや、ナイス判断だったね。いや、これ勝ったの結構でかいんじゃない？矢舐めタルババ5に勝っていく。オッケーオッケー。まあ、相手が矢舐め持ちだとか、まあ、ポイズン持ちとかの場合は、それをスキラに合わせて撃ってくるって、なんとなく分かったら、バルキリーで守ってあげた方がいいですね。で、端前を達人で止めるとか、そんな感じがいいかな。さあ、10勝0敗、行きましょう。よろしく。オッケーオッケー。いや、今日、もう朝っぱらが撮ってんだけど、その、昼からね。また今日は、もう最近、教習しか行ってないから、教習の話しかできないんだけど、そう、今日も教習、頑張っていきますよ。でも、もう、まあ、今日か明日で終わりかなって感じなんですけど、教習自体はね、またそれで、まあ、試験を受けに行くって感じなんだけどね、学科の方の。だから免許取れるのはまた、まあ、来週とかになるかな。今週か来週、今週は予定あるから来週取りに行こうかなって感じなんですけど、もう頑張りますわ。取れたら報告します、免許は。とりあえずここで、てか空がないから、もうここバルキリー出しとけば最強。 OK で、後ろに立って戦闘。なんでやねん。あー、これもうザップくる。ただこれきつい。いや、縦線めっちゃ入ってほしいんだよね、これ。今回バレルもめっちゃ入ったけど、 OKOKOK。 でも結構攻めてめっちゃ共有されたんで、ここラバ来ますね。7個、俺が7コスか8コスぐらいで来る。来るか？来た。いや、プリンからでいっかな。ここテスラからか悩んだけど、テスラから行くとね、怖いんだよね。テスラ置いて、で、バルキリーで逆サイツっていこうか、これ。オッケー、これめっ、なんでなんでなんで、おいおいおい、それはお前のさじ加減じゃないのか。さじ加減、え、ああ、ちょっと待って、はい、この人さじ加減でクララはしてます。クララをさじ加減でするんじゃないよ。まあ、守れたから OK。 おっと、それはいいのか。さあ、今回は先を来てすら、縦線で若干延命していきたいな。いや、これさ、守れねえよな。うわ、プリンも消されたか。あ、矢舐め使った。じゃあバレル刺さる、ここまではいいとして、ちょっとバルーンパピーはやばいから、一旦こっちに寄せて時間稼ぎ。延命延命。いや、ちょっとやばいんじゃないの俺。いや、ここ一旦守ろう。守れるわ。いやー、もう、いや、いいんじゃない？このバルキリーだけちょっと余計だけど。バル、はい、おお、バルキリー。お前マジで。
あ、お前ってあれなんだな。普通に俺の味方なんだな。俺側なんだな。お、ま、そうか。お前もこっち側の人間か。何を言ってるんだ俺は。行けほら。攻めるしかないんだよ。攻めるしか。カウンター怖い。怖すぎる。パピーになる瞬間。いや完璧完璧。いやいいよいいよ、マジでいいよマジでいいよ。なんで？なんで？なんでだよ。くそあーいや、範囲は多分途中のくだらないラバースケドラにロケット撃ったとこですかね。いやこれさ、一生の悩みなんだけどさ、ラバースケドラにやなロケット撃っちゃダメなのか。なんかわかんねえ、わかんなくなってくるわ俺。お前のことがわからない。まあ撃っちゃダメだな。てか今後撃たないようにします。まあ、3倍タイムとか打っていいかも。2倍タイムは打っちゃダメだ。なんでかっていうと、まあ、その後のバルーンディガーとか止まんないっていうのと、でそもそもの話、あのラバスケドラにロケットを打たないとラバスケドラディガーヤナメとかにが止まらないっていう、その罪なんだよね割と。まあロケット打たないで次当たったらやってみようか。よし行こう。よろしく。さあ10勝いっぱいついてしまったんで、こっからは負けれませんね。とりあえずバレルしていって、これオッケー。これマジで嬉しい。これたまにあるんだよね、なんかゴルナイからのシバトルネみたいな、たまにあるんだけど本当に嬉しい。歯ぐきが見えます。歯ぐきが、ゴルナイトルネってことは、あー LJ かなって思ったんですけど、多分神器ドリルですね。これはウッドなんとかなるかな。ウッドなんとかなってほしいんだけどな。なんとかなった。オッケーオッケーオッケー。おお、迫撃なんだ。じゃ攻めロケットとか打ちてるけどな。あー、ただ一発入ったねこれ。パルキリ後ろから、まあ序盤ロケット打つほどの余裕はないと見た。うん、防衛迫撃来たらロケット撃ってもいいんですけど、まだ相手のデッキの全貌が明らかになってないんでね。まだちょっと落ち着きたいな俺は。ここ延命しないでいい。 OKOKOK。 それ来るよね。トルネでキング起動されて、トルネデリバリーか。ここはプリンデリバリー使ったし OK で、ウッドはエリゴブに温存したいな。スケルかな。てかここのバレルとか結構だるいと思うんだけど、どうすか。僕はまずウッドから あーうまい。これロケットいっちゃおう。ドディーンでやりごむし。 OK、これ美味しいね。エレジャイ何回合ってた。エレジャイ、エレジャイ予想は合ってた。え、ちょっと待ってエレジャイなの、びっくりしたんだけど。そのデッキはエレジャイなんですか。あー、それやばいねマジで。どう止めようかな。あーやばい、ちょっと待って、やばい、このデッキ
あとロケット2周だけど、うーわマジでエレジャイスキラ半端ねー、いや半端ねーマジ。いや守れてる守れてる、オッケー、いや大丈夫だろこれ。バレル飛ばしてで戦で走まれ倒す、いやここバルキリーでこうだな、いや先に、はい、いやこれは刺さった、来た勝った、バルキリーが入る、バルキリーが入る、オッケーオッケーだよね、だよね、よし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 、今のタイミングはもう相手が攻めてきたらこっちの攻めが絶対通るっていうタイミングでね、相手がまだ守る攻めじゃなくて守るってなったらまだ試合続いたんですけど、うまく攻めとタイミングかぶせられましたね。うーわ怖かった、すげえデッキだな、なんだろう、何がきつかったんだろう、なんかまあ相性良さそうだな、うん、未熟が出たか俺の。さあラスト一戦やっていこうか、いきます、さあさあさあよろしく。やっぱねこのテスラバルキリーの形が一番デッキとして好きかもしんないな、使ってていいっすわ。さあ LSP バルキリーでしっかり押さえていって、ディガーコウモリってことはメガナイトコカツか迫撃かとかかな、メガナイトコカツだったら嬉しいなって言おうとしたんですけども、がっつり迫撃っすね。テスラ高め置いといて、はあ、オッケー、これはコウモリ読みだね。あーオッケー、バルキリー一発プラでかいね、これサンコスバレルでいいな、あー完璧っすね、よしよしよし、あ迫撃の勝ち方これ見てくださいよこれ、まあ相手一応迫撃なんで、ね、てかさっきのも迫撃だったかじゃあもういいや、この試合はさっきの試合は迫撃です、エレジャイスケラと見せかけての迫撃デッキだから迫撃でしょ、あんなこれはバルキリーだけど抑えれて、次はテスラで抑えれそうなんだよな、相手のさ硬いカードが分かんねえ、バルキリーとかね、それがムートだけなのか、とりあえずずっと使わせる、ただ打線で守る、でその後にこうしてこうしてこうすると相手は回転が重いからバレルの毛が回ってなくて、そうファイボとかを使うっていうね、これコウモリだろ絶対、絶対コウモリだと思うんだけど、コウモリです、はい、あ好きだった、ウッドに、あーそういう感じか、そういう感じ、コウモリ来い、オッケー完璧、コウモリ読めてるね、でウッド使うタイミングでバレル飛ばすと、こっちは大丈夫そうだな、さああとロケ2周だ、頑張ろう、こうやって戦で溶かしに行ってロケット打ちます、であと警戒するのはチョキだけ、コンディガとかフルムシでいい、これ絶対迫撃投手に来るから一旦避ける、でバルキリーは同サイだね、そうだね、こういうのが来るから、でここ一旦守ってあげて時間稼いで、まあ迫撃あとどんぐらい入ってもね、まあ、時間的に大丈夫なんで、こんな感じでロケット打ってあげて、よいしょ GG、 これはまあ相手のデッキムートって感じでちょっと重かったんだけども、まあそれでも結構迫撃に近いデッキだったんでね、
これは参考になったんじゃないかなと思います。まあ途中のねバレルめっちゃ刺したのがでかかったな、3コスバレルとか。そう、まあ一応高回転デッキなんでね、まあ、これに勝ったのはでかいんじゃないかなということで、今シーズンはちょっとこれでトロ上げできたらなと思うんで、まずバルキリーの、レベル上げ、あとキングタワーのレベル上げ頑張っていこうと思うんで、よかったら楽しみにしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で、バイバイ。